しラジオペロキュー。春菜からマナミンに指令です。最新のとっておきのダジャレを披露してください。もうやめてくれよ、おんしんちゃんだよ。アリスさんからマナミンに指令です。今この場で初披露のダジャレを言いなさい。ねえ、知ってた？カツラをつけるとカツらしいよ。アータンからマナミンに指令です。自分の持っているダジャレは全部で何個ですか？10万くらい充満してるかな。ユーミンからマナミンに指令です。好きな曲を教えてください。ユイさんの好きな曲があるんですけど、 It's My Life と Goodbye Days と Feel My Soul と、もう全部大好きです。アータンからマナミンに指令です。早口言葉をポエム風に言ってください。この竹垣に立てかけかけたのは、立てかけかけたかったから立てかけかけたのです。なるみさんからマナミンに指令です。今年の夏の思い出をポエム風に一言お願いします。雷よりも強く光り輝く花火、この思い風に乗ってほとばしる、強く熱く燃えた夏のスピリット。ミュウちゃんからマナミンに指令です。サザエさんのタラちゃんの声でみんなに一言お願いします。 KBC ラジオペロキューです。知性さんからマユタンに指令です。低い声で自己紹介をしてください。かなちゃんからマナミンに指令です。秋にちなんだダジャレをお願いします。これ二人が出演した時いつも同じ指令なので、今回は逆にしちゃいます。じゃあマナミン、低い声で自己紹介をしてください。こんばんは、マナミンことさくらまなみです。まゆたん、秋にちなんだダジャレをお願いします。今年はスポーツの秋にしようとしたけど、もう諦めました。それではいきます。 KBC ラジオベロキュー。こんばんは、まなみんことさくらまなみです。18歳の大学1年生です。私の特技は空手で、3歳から14歳までの12年間習っていて、現在黒帯を持っています。趣味はギターを弾くことです。もう私の夢がシンガーソングライターになることで、中学3年生から自分でギターを、アコースティックギターを買って独学で練習していたんですけど、最近はちょっとギターレッスンを習い始めて、レッスンではアルペジオだったり曲作りだったり、あとギターの弾き方とかを練習しています。で、私の憧れのアーティストさんは片平里奈さんとゆいさんと新山しおりさんです。この3人は本当歌声がすごく心に響いてきて、本当大好きな方なんですけど、歌詞と音色がマッチしていて、もう3人ともシンガーソングライターで本当すごいなっていう憧れがめっちゃあるんですよ。だから私も心に残る、そんなシンガーソングライターになれるように頑張りたいと思います。で、私の好きなものは本当甘いものが大好きで、特にパンケーキが大好きです。他にもホワイトチョコレートだったり、いろいろ甘いのが好きなんですけど、唯一嫌いなのが辛いものです。こんな私ですが、よろしくお願いします。はいはい、はい、どうでしたか？アーミンが聞いたところ、はいはい、すごくね、アーティストさんの PR って感じだった。そうなの、ダメじゃんそれ。すごくダメじゃん。マナミは、あ、この3人のアーティストさんがすごい好きで、すごい推してるんだなっていうのが伝わったよ。ダメじゃんそれ。私もこの人になりたいっていうのが伝えかったんですけどね。マナミが3人を目指して、はい、あ、そう、ギターとかね習ってる。